本日はですね、株式会社阪神総商の代表取締役社長を務められている田中元気様にお越しいただきます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。田中社長、すごくこの業界でですね、注目されててものすごくこう例の展開をされていらっしゃいます。では非常にいろいろとお聞きするの楽しみなんですけれども、まずですね、この業界にこう入ろうと思われたこのきっかけを教えていただけますでしょうか。もともと父親も母親も経営者というか、まあ、自営業だったんですけど、まあ、それで子供の時からこう自分で会社をやるっていうことしか考えてなかった。偶然ちょっと友人の、お父さんが、はい、まあ、関西では結構大手の、はい、霊園墓石の会社、の社長の息子さんが、はい、友人になって、あ、そんな仕事があるんだなっていうことを知ったんですね。はい、初めはもうとにかくやっぱり仕事を夜中までやりましたね。やっぱり覚えるために入ってましたから、はい、勤めるために入ってたんじゃなかったんで、営業成績も結構すぐにトップぐらい行きましたし、でそこから今度部下がどんどん増えていって、まあ、経営っていうものの感覚でやってますよね。自分あの時営業本部長かなんかでしたけど、でも社長のつもりでやってるわけですよ。まあ、自分が疑似体験でやってるわけですよ。でいろんな経験するんですよね。あれなんで同じ営業のやり方を教えてるのにこう売れないんだろうとかね、いろんな経験して、だから最後独立したいと思ってから、当時ちょっと尊敬してた人に、タイミングが来るから待てって非常に言われたんですよね。そのタイミングってなんだろうなって思いながら我慢して、もう 2,3 年いたんです。実は仕事を覚えて独立しちゃダメだって、仕事を覚えて人脈作ってからしないと。これ企業考えられてらっしゃることを皆さんぜひ聞いていただいてもいい。そうですね、結果ですよね。結果論ですけど、本当それで生きてます。まあ、今までこの10箇所広げられてたりとか、これからもそうなんですけど、まあ、どういう感じでその広げていく拡大の戦略みたいなのがあったりするんですか。このエリアとかですね、3年前でしたかね、テラスプロジェクトって2017年ぐらいから、はい、まあ、今後の連開発ということでテラスプロジェクトっていうのを立ち上げて、はい、でまあ、テラスってまあお寺の足をテラスってテラスなとかけてるんですけど、僕はそのなんですかね、一社で全国をっていう感覚が実はなくて、もう本当にこう付き合いのある仲のいい業者さんとか、まあこれからお付き合いする業者さんでもいいんですけど、一緒の方向性、まあお寺を照らしていく、いわゆるお寺を収益事業を持って、永続的に経営していけるお寺に変えていくっていうコンセプトを一緒であれば、全然本当に全国手を組んでやっていくところがあれば全然いいなと思ってて、もうすでに手を組んでる会社さんは5社ぐらいありますかね。今のこの業界のこう課題とか、うん、この将来についてのですね、社長はどういうふうにしてこの業界を見てらっしゃいますか。本当に今社用産業でも言われちゃってる業界になってまして、で2040年人口最大なんで、まあ、そこはピークと思いがちですけれども、実は生前の購入者が非常に多いんですよね。ってなると多分もう今がピークなんですよね。多分霊園販売にしても墓石販売にしてもそうなんですけど、ってことは今からもう市場淘汰であり、がもう始まってますけどね、正直始まってますけど、ただみんながいい時期にガンガン攻めても当たり前なんですよ。みんなやってるんですよ。みんなやってるん でこういう状況下に行く時っていうのはやったもん勝ちと僕は思ってるんで。なるほど。やっぱ思いもあって、やっぱりね、この間もなんかすごいちょっとお金がかかるなっていう案件があって、はい、で正直リスク高いって思ったんで、はい、やめとこうって思いながらお寺に会いに行ったんですよ。断ろうと思って。でもね、やっぱ会ってお寺のルーツ聞いて、思い聞いちゃうとダメなんですよね。ちょっとバカなんですよ。もうなんか やろうどないかしてやろうってなって、さっきのその精密機械のようなこうあれとまた違うわけですよね。やっぱね、そこはあるんですよ。そこはあるんですよね。でもそのテンション入った時はなんかできちゃうんですよね。なるほど。逆にやれるやり方をこう考える、もう考えていくんでしょうね。本当に、全国ですね、回れば回るほど、特にこのコロナ禍の2年で、非常にお寺さんが疲弊してます。お布施とかも収入減になってて、前までは霊園開発しませんかってお寺に聞くと、お寺がいやいいよ、うちはってよく言ってたんですけど、本当に今困ってるんで、ぜひですね、周りのお寺さんに挨拶行ってあげてください。でもし困ってたらやっぱり助けてあげることを、お願いします。でお力もお貸しできると思うんで、やっぱ地域のお寺を守っていくことがこの業界で一番大事と思ってますんで、ぜひ皆さんよろしくお願いします。田中社長、本当はいろいろと素晴らしいお話ありがとうございました。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。